山際交差点から見た取り壊し前の衛震病院。山際交差点から見た取り壊し後の衛震病院跡地衛震病院は、かつて神奈川県厚木市に存在した日本の病院。正式名称は厚木衛震病院。1979年、神奈川県厚木市山際535番地に、河野病院の名称で開業し、1987年に廃業する。 その後山際病院と名を変えて副業したが、1993年に廃業する。1995年に厚木江新病院と名称を変えるが1997年に休業し、以後廃墟となる。院長が自殺した、医療ミスがあったなどの噂が流れ、不法侵入するものが発生し、犯罪や事故が発生した。2009年には、ぼやが発生し、 一階の一部が燃えたほか、少年らが強盗に遭う事件も発生している。そのため、地域住民などが建物撤去を求めるが、民間所有の土地で、権利関係も複雑であったため放置される。その後厚木市は、所有者である大阪府所在の宗教団体に、大使城とするよう交渉を進めたが、その宗教団体の資税対応により、堺市に土地、建物を差し押さえられた。 2010年4月、勾配により、厚木市が落札し、後に建物は解体された。跡地は公園として整備される予定。2013年に厚木市民農園の山際へ農園として一部が解放されるようになる。ありがとうございます。